自民党の派閥の裏金事件を受け関与した議員に対する処分の基準について納得しないという回答が約8割に上ることが ANN の世論調査で分かりました ANN は13日14日に世論調査を行いました自民党が政治資金収支報告書に総額500万円以上の不記載があったかどうかを基準に処分を決定したことについて 納得すると答えた人は11%納得しないは81%でした。また、3526万円の不記載があり、次の衆院選に立候補しないことを発表した二階元幹事長を処分対象としなかったことについて、納得するが11%納得しないが81%でした。一方、日米首脳会談で防衛協力の強化で一致するなど、 岸田総理の外交姿勢について評価すると答えた人が半数を超えました。また、物価上昇を上回る賃上げについて期待できないが約8割に上りました。岸田内閣の支持率は26.3%で、先月の調査より5.4ポイント上昇しました。